無線 LAN が途切れる、スマート化を阻む工場の過酷な環境を回避する手段とは、工場の自動化に向けて安定した無線環境への探求。マチセミキャスターの船越です。モクサジャパン合同会社の長澤さんです。モクサジャパン長澤です。よろしくお願いいたします。で、産業用の無線における課題っていうところがありまして、3つの課題ということで、でもこれ別にオフィスでも大して変わらないんですけれども、よくあるのはもう干渉の影響を受けやすい問題ですね。切れるっていうのはほぼほぼ干渉かなと感覚的には感じています。で、あとですね、無線信号の値の確認が難しいというところで、どう電波が届いてるんだろうってのもわからないと。で、かつデータの収集と分析に時間かかるっていうのはですね、現場の方々で現場の機械をどういうふうにやるかっていう話なので、IT 部門さんがクラウド解析一発 OK みたいな話はなかなかなりませんというところで、全てにおいて共通して言えることが、その無線見えないよね問題っていうのがありますと。ということで、このあたりがトラブルになりがちです。トラブル事例ですね、皆さんもしちょっと入れたことがある方、アトフィスでもちょっと想像するとですね、なんとなく似たような話あるかなと思いますけれども、工場の中のですね、トラブル事例はですね、よくあります。で、我々の製品入れたから大丈夫って話ではないんですけれども、逆にトラブってのお客様で、いろいろお問い合わせいただいて、我々の方でフォローさせていただいたケースっていうのも何件かございます。という中で、トラブル事例でスマートファクトリーデータ収集したいよみたいな話よくありますけれども、こんな形でですね、スイッチですとかアクセスポイントがあって、こちらのコンベアみたいなイメージですかね、 PLC がいて、この PLC とこの IT 系につながってくる先っていうところをつないでますというところでですね、ここのところの接続っていうのがですね、いろんなデータを収集するので、アクセスポイントとクライアント間がその不安定になりがちっていうことがよくありますと。どういうことかって、これはベルトコンベアの例ですけれども、 AGV だとより分かりやすいので、ちょっと AGVでお話しますが、例えば動くものなので、いろんなところから電波干渉されますよね。で、そうするとですね、いきなり切り離されるみたいなことがあって、1個の AGV が停止しますと。で、1個の AGV が停止するとですね、いろいろ物運んでるやつがいるとですね、複数の AGV が停止して、生産効率全体が落ちちゃうよみたいな話がありますと。で、その上で原油キー有名が必要になってきて、で、さらに機器からログをダウンロードして、データ分析、シナリオの複製などをしていって、再現するのかしないのかとかですね、そんなことをやりながらですね、やってるっていうのは日々こういったベンダーでいるとですね、やってることではあるんですけれども、このあたりがですね、データを収集する、データの分析する、シナリオをいろいろと考える問題、トラブルシューティングをするってことで、とにかく時間がかかると。よくあるのが、導入コストを抑えたい、それはもちろん抑えたいのはそうだと思うんですけれども、逆に管理はしたくないみたいな話があったときに、トラブったときにいろいろお問い合わせいただくパターンというのも残念ながらございます。その場合はもうお手上げするしかないので、諦めてくださいということで、この無線化、無線に限った話ではないんですけれども、システム化が止まるみたいな話があったりするんですけれども、こういったトラブル事例がですね、なんとなく産業用の無線の世界ですね、導入されているケース、よくあるはあるので、このあたりを我々としては解決しなきゃいけないかなと考えて、モクサの産業用の無線ソリューションみたいなところでですね、お話をさせていただいております。ということでですね、無線、トラブルイメージなんとなくあると思いますし、トラブル理由とかも分かりやすいものだと思うんですけれども、じゃあなぜ、当社モクサっていう会社がですね、市場シェア一番をいただいているのかと、なぜモクサの Wi-Fi ソリューションなのかっていうところをですね、少しだけアピールさせていただければと思います。例えばですね、先ほど申し上げましたけれども、 EMC の設計っていう話がございます。これですね、イメージ的になかなかですね、見えないものですし、特にこのあたりってその機械設計、機器設計をしてないと出てこない話なので、ピンときづらいとは思うんですけれども、例えばですね、その強化されたアンテナ保護って書いてあるんですけれども、ちょっとこれ AGV ってやつもその自動搬送機の中だと思ってくださいと。で、それをですね、アクセスポイントを使って、アクセスポイントじゃ、無線の機械を使って、アクセスポイントと通信をしたいよみたいな話があった時にです、
ですね、やはり AGV って中ですね、物が動くのでモーターがありますと、でもちろんバッテリーもありますとなってくるとですね、中でいろんなですねノイズって言われるものが発生します。でノイズっていうのはですね、産業無線と OA 系で一番変わるところだと思うんですけれども、オフィスにはなかなかですね、本当に厳しいノイズ源って少ないと思うんですよね。サーバールームのですね、サーバーラックの中とかは多少あると思うんですけれども、一般的なですねオフィスでなんかすんでひどいノイズに苛まされるケースっていうのはあんまないと思います。このあたりがいわゆるですね無線のただの電波干渉とは違って、ノイズによるその不安定になるっていうケースがよくあるので、このあたりをですね産業機器メーカーとしてですねちゃんと詰めて作ってますっていうのが1点目で、2つ目として、信頼性の高い設計としてですね、もちろん電波干渉っていうところも気をつけています。これもですねちょっとイメージ的にはですね捉えづらいんですけれども、これちょっとバンドの絵を描いてるんですけれども、いろんなチャンネルがある中でですね、なんとなく横のバンドにかぶっちゃうパターンっていうのが出てくる時がありますと、このあたりのですね、フィルターっていうのがあるんですけれども、そこをですねできるだけ抑える形で最小限にですね干渉を抑えるっていうことをやっていたりします。あとはですね、何度か、先ほどから出しているところではあるんですけれども、ローミングの技術っていうところも我々としては特徴を持っています。で、これが何なのかっていうとですね、これ何度も AGV、AGV って言って恐縮なんですけれども、アクセスポイントがあります。で、AGV っていうのは物が動きますっていうところなんですけれども、アクセスポイントがですね、左のこのアクセスポイントからここのアクセスポイントに移り変わるタイミングっていうのが、電波っていうのは飛ばす範囲が決まっているので出てくるんですけれども、ここをシームレスに通信を可能にする技術っていうのを当社は持っています。で、どういうことかっていうとですね、具体的には150ミリセック以内の経時変化で、ローミングっていうところなんですけれども、あとはいわゆる WLC って言われてるワイヤレスランコントローラーっていうものも不要ですし、アクセスポイントの依存をしていなくて、クライアント側でやってます。で、これどういう話かっていうと、そうですね、中にはですね、ちょっとパソコンをですね、オフィスの中で持ち歩いたことある方って多くいらっしゃるかと思うんですけれども、Wi-Fi がですね、ちょっと席移動すると一回切れたりするじゃないですか。で、Wi-Fi のローミングって基本的には、一つのアクセスポイントができるだけこう、掴むだけ掴んでおいて、こうやって動いていく中で弱くなってくるときに、切れて、こっち側につなぎ直すみたいなことをするんですけれども、そういったところをですね、もう片方側で、常にですね、こっち側のところとこっち側2つアクセスポイントがあったときに、新しいアクセスポイントを常に探しておきますと。で、電波がある程度のタイミングになったら、もうそっち側にすぐに切り替えるみたいなことをやるので、一回切れてからつなぎ直すのではなくて、常に探しておいて、切れそうになったらもう変えちゃうっていうところでですね、アクセスポイントに対してクライアント側から操作をするっていうことをやっているので、切れづらい無線を提案しているというところでですね、いろんな評価をいただいているような形です。ということで、電波干渉と、ノイズ干渉と、この切れづらい無線っていうところがですね、非常に評価をいただいているのが当社の、無線のソリューションです。製品のですね、話とか、ホームページとか見てくださいなとか、そういう話になってくるんですけれども、何か具体的な話がありましたら、当社までぜひお問い合わせいただきたいんですけれども、当社としては、最近ですね、先ほど申し上げた通り、Wi-Fi 5のシリーズっていうのを出しましたと。で、これらがですね、アクセスポイントにもなりますし、いわゆるクライアントシリーズっていうところもあります。で、屋外向けもありますというところです。いろんな産業現場で使っていただければと思いますというところが一つ。で、もう一つはですね、シリアル接続の無線化みたいなところもよくお問い合わせいただくので、シリアル Wi-Fi クライアントみたいなところ、ちょっと古い機械ですね、シリアル接続をしているシーケンサーとか高速機械あるかと思うんですけれども、そんなところもですね、つなぐよっていうことでやらせていただいてます。で、これ当社比較なので、いろんな IT 系のですね、ベンダーさんも今日参加されてらっしゃいますので、IT 機器と比べて、パフォーマンスに関してはですね、めちゃくちゃ優れてるかっていうと、そんなことないかなと思ってます、正直。でもこのあたりはですね、先ほど言ったような電波体制ですとか、ノイズ体制ですとか、そんなところをですね、ちょっと売りにしながらですね、対応させていただいております。で、我々 OT ベンダーということで、このあたりも慣れの部分もあるかもしれないんですけれども、できるだけ使いやすいユーザーインターフェースというところでですね、提供させていただいておりますし、あとですね、一番問題になるですね、ワイヤレスが見えないよ問題っていうのがあるので、こういったものを可視化するようなソリューションというところもご案内しています。で、どういったところかっていうのをちょっとこれ
これからですね、改めてもうちょっと細かくお話をさせていただくんですけれども、まあ、一つですね、まあ、ネットワークの管理っていうところがですね、すごい大事になってきます。特に工場のネットワークですね、IT 部門さんが管理されていないケースで、なんとなくこうネットワークつながってるな、みたいなケースもよくあります。まあ、我々工場ネットワークの仕事もよくやらせていただいているので、まずここの話からさせていただいているんですけれども、現場のネットワークを管理するようなネットワーク管理ツールっていうところからですね、まあ、ちょっと派生するような形で私たち、工場無線の案件よくやらせていただいているので、まあ、いろんなお声をいただいてですね、この継続的なデータ収集と Wi-Fi 信号の可視化、そしてダウンタイムを最小の発生をの確率を最小にするということで、まあ、できるだけ止めない無線ということをやりたいなと考えています。で、まあ、他にもですね、メインのダッシュボードですとか、ワイヤレス、こちらのダッシュボードでアクセスポイントがどんぐらいトラフィックが集まっているのかとかですね、ワイヤレスのデバイスっていうところをグループ化を表示していますと。はい、すみません、失礼しました。で、あとですね、一番よくある話が、まあ、ローミングっていうところがあるんですけれども、これですね、今ちょっとこのプレゼンテーションオンラインの場でどういうふうに共有されてるかわかんないんですけれども、ここのところが動いてます。上の方の絵も微妙に動いてるんですけれども、アクセスポイントのクライアントが移り変わることによって、例えば AGV がどこの無線でどのぐらいの電波状況で切れて切り替わったかな、みたいなところの、履歴を取るようにしています。先ほどもちょっとだけ申し上げましたけれども、工場現場ですね、オフィスと全く異なる環境っていうのは常に物が動いていて、まあ、特にロボットですとか工作機械とかがあるとですね、まあ、ノイズの発生源とかですね、まあ、なんなら鉄板動きますというところなので、常にですね、状況が変化しますっていうところで、いつどこでどう切れたかみたいなところはですね、常に把握しておいた方がいいと思っている中でですね、こういった後でトラブルシューティングがしやすいようなものっていうところを用意しています。で、あとそれぞれのデバイス自体がどういう形でですね、対応してきたのかみたいなところとかですね、これアクセスポイント側ですね、でクライアント側でどこのあたりでですね、この時間になんかその電波が落ちてるよとかですね、まあそんなところを見れるようにしたりとか、まあ、あとはどこに何がどうつながってるのかみたいなダイナミックトポロジーみたいな言い方をしてですね、ネットワーク構成を共有するようなツールなども用意させていただいております。まあ、いずれにしてもですね、無線は見えないっていうところがありまして、でその中でですね、やはりクライアント側もちゃんと管理したいよねっていうところがよくあります。クライアントっていうのは、まあ、工場にあるような工作機械ですとか AGV ですとかロボットですとか、まあ、そういったところをつないでいきたいよっていうところの声に答えるために、まあ、このような見える化ツールみたいなことを提案させていただいて、まあ、ご採用いただいたりとかですね、ちょっと試していただいたりですとか、まあ、いろんなところで使っていただいております。で、まあ、このような話ですね、まあ、導入事例ないのみたいな話をよくいただくので、まあ、導入事例は先ほど挙げさせていただいた通り、シェアは結構高いところにあるので、まあ、いろいろとお話をさせていただいております。まあ、ちょっと社名までちょっと正直言いづらい部分ではあるんですけど、皆様が聞いたことがある製造業さんであればですね、大体何らかの形で入ってるかなと思ってるぐらいにはですね、まあ、いろんなところで使っていただいてます。まあ、特にファクトリーオートメーションの世界、まあ、ロジスティックの世界、まあ、最近だとですね、ヘルスケアの世界とかもですね、よくあります。で、あとはまあ、その高度道路交通システムみたいなところで医療系ですね。まあ、日本だと工業は少ないんですけど、逆に化学プラントですとか、そういったところもぜひご検討くださいみたいなところでお話しています。で、自動のですね、保管倉庫みたいなところでですね、まあ、このあたりがまあよくあります。先ほどから何度も AGV、AGV ってこう、ちょっと嫌なぐらいちょっと言わせていただいてますけれども、まあ、日本のお客様だと本当に AGV の需要が多いです。まあ、私もそうですけれども、やはりですね、e コマースって言われるものがですね、オンラインショッピングみたいなのが本当に流行って、まあ、当たり前になってきていて、で、そこの倉庫の中のピッキングのシステムですとか、まあそういったところが自動化されてきています。もう人手でやってるのはもう無理が来ているっていう世界でですね、まあ、皆さんも CM 等々でですね、大手の e コマース会社さんの倉庫のイメージってなんとなく見られた記憶あると思うんですけれども、そんなところの自動搬送機いろいろ使っていただいてます。で、ファクトリーオートメーションというところでですね、工場現場でもですね、やはりちょっと一つの工程から物を動かすときに AGV って話もありますし、ちょっと別の、切り口ですと、そうですね。まあ、こういった形の、いわゆる工作機械とかですね、あとはプロ
ターですかね、そのいろんなそのチップをですね置いていくようなマウンターみたいなものですとか、まあ、いろんな機械をですね無線化したいよっていうニーズがございます。まあ、無線化したい理由っていうのはまあ様々ですけれども、中央から指示を出して、操作したいっていうケースもあれば、まあ、逆によくあるそのリモートメンテナンスとかプロディクティブメンテナンスみたいな言い方をしますけれども、まあ、情報を収集することによって対応したいよみたいなケースもございますと。まあ、他にもですね、ちょっと例えば IPS っていうところでですね、バスの中に積んでですね、バスのデータを後で収集したいとかですね、まあ、そんな使い方もありますけども、ちょっと今日は工場のお話をメインでというところなので、まあ、工場の事例いろいろありますよというところです。まあ、ぜひですね、具体的にこういう環境でどうなんだろうみたいな話がありましたらですね、お声掛けいただければありがたいなと思います。ね、まあ、我々モクサですね、モクサの無線のソリューション、ハイライト的にお話をするとですね、もう何度も申し上げている通り、もう信頼性っていうところが一番です。安くて壊れるものと、まあ、そこそこ壊れにくい、切れにくいもの、どっちを取るかって話になってくるんですけれども、我々としてはそこそこじゃなくて、まあ、産業スペックとしてもできる限り切れないものっていうところをですね、まあ、信頼性の追求っていうところをさせていただいております。で、またですね、まあ、ユーザビリティっていうところは、まあ、現場の会社ですので、現場の方々に使っていただきやすいような設計、例えば見える化ツールですとか、まあ、ユーザーインターフェースをコマンドラインじゃなきゃ取れないよ、みたいなことにならないようにしてるですとか、まあ、あとセキュリティ対策も当然無線の話だと出てきたりします。で、工場の無線化っていうのはですね、まあ、去年の11月にですね、経済産業省さんから、工場セキュリティガイドラインみたいなやつがですね、出てですね、ヨーロッパとかでは法律的にちゃんと10億円以上ぐらいの売り上げの会社さんから、もう工場でセキュリティ対策しなきゃダメだよ、みたいな法整備がどんどんなされているっていう中で、まあ、無線を使いたいってなるとですね、まあ、いろんな企画対応しなきゃいけないんですけれども、まあ、そこの中ですね、我々、IEC の62443っていうですね、グローバルのその、電気工業学会で使われているようなセキュリティレベルってやつを満たした初の産業ワイヤレスLAN製品なども出していたりします。まあ、そんなところを含めてですね、まあ、いろんな製品っていうところをですね、改めてこっちの3つの切り口でですね、提案させていただいております。まあ、信頼性、何よりも切れづらいようなもの、あと長期利用ができるもの、対障害性に高いものみたいなところを提案させていただきながらですね、やはり無線便利なものですので、まあ、トラブルで追われる日々っていうのはしんどいと思いますと。ただここのでですね、よく言われるんですけれども、切れない無線は存在しませんので、無線は切れますっていう中で、切れづらくする、いかに切れづらくするのかっていうところにですね、我々としてはですね、時間とお金と労力っていうのをかけながらですね、工場現場の無線化推進させていただいております。まあ、これからもですね、日本のものづくり発展していってほしいと私は日本人として考えている中でですね、まあ、やはり人手不足とか深刻になってくると思います。でその中でですね、無線やはり便利なものであると思いますし、逆に需要もすごく多くてですね、いろんなお問い合わせもいただくケースもございます。その中で IT と産業無線っていうのはだいぶ環境が違いますので、それに応じたソリューションみたいなところを提案させていただいておりますので、まあ、何かですねご質問等ありましたら、まあ、今日の話をきっかけに、まあ、ちょっと良かったかなと思っていただいたら、ぜひお問い合わせいただけるとありがたく思います。まあ、以上でですね、40分お話しさせていただきましたので、終了させていただきます。お時間は1時間いただいておりますので、ぜひご質問等々いただけるとありがたく思います。ここまでご清聴いただきありがとうございました。